皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。毎回1ワードずつ腕時計の基礎知識、基礎用語をお伝えしていくシリーズ。今回のテーマは知っておきたい時計業界のビッグイベントです。時計の購入を検討するにあたり、やはり多少なりとも気にしておきたいのは最新とトレンドですよね。これらの情報をいち早くつかむにはどうしたらいいのか。そのコツは時計業界の大きなイベントで発表された新作モデルなどの情報をしっかりキャッチすることにあると思います。今回はそういった時計業界の最新やトレンドを知ることができる大規模なイベント、4つほどご紹介してまいります。明日誰かに話したくなる腕時計の基礎知識、本日もぜひ最後までゆっくりと楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速ですが、今回ご紹介するイベント、4つのイベントですね、見ていきましょう。こちらの4つです。 Watches and Wonders、 ジュネーブ Watch Days、 LVMH Watch Week、 そして GPHG ジュネーブ Watch Making グランプリ。Watches and Wonders、 ジュネーブ Watch Days、 LVMH Watch Week は世界的な新作時計の展示会です。そして GPHG ジュネーブウォッチメイキンググランプリは時計界のアカデミー賞、時計界のオスカーとも言われる世界的な表彰イベントです。4つとも開催時期が異なるので、この4つをじゅんぐり見ているだけでほぼ1年中時計のことで頭いっぱいになれるくらいの情報を得ることができます。日本で開催されるものは残念ながらないんですが、近年は時計業界でもデジタル化の流れが加速したことで、開催地まで足を運ばずともリアルタイムで発表された新作の情報、画像や映像までもが見られるようになりました。我々のチャンネルでも速報動画やライブ配信にてイベント中に公開された情報をいち早くお届けしております。またイベントで発表される新作時計の予想動画などもありますので、そちらもぜひお楽しみいただければと思います。ではここから時計業界のビッグイベントを一つずつご紹介していきます。まずは Watches and Wonders。 Watches and Wonders は時計と宝飾品の業界で最も注目される新作展示会の一つです。毎年春、世界中のトップブランドがジュネーブの会場に集結し、最新のコレクションや限定のコレクション、技術革新などを披露、時計愛好家や業界関係者にその魅力を発信します。時計業界の最新動向を追い求める人々にとって最も重要なイベントであり、情報の宝庫となっています。その Watches and Wonders、 始まりは1991年です。今とは違う名称、ジュネーブ国際高級時計サロン SIHH として始まりました。もともとはスイスバーゼルで1970年代より行われていた大規模な展示イベント、バーゼルワールドというものがあったんですが、そこに参加していた一部のブランドが独立する形で誕生しました。有名な噂話では、ホットドッグの香りが漂う会場に苛立ったカルティエが、ソーセージを食べながら高級品の商談なんかできるかといったことが発端とも言われています。ちなみに元々のバーゼルワールドはというと、2020年に流行り病の影響で中止を発表。その際の対応がよろしくなかったということで、パテックフィリップとロレックスが離脱を表明。その後相次いで多くのブランドも離脱したことから自然消滅する形になってしまいました。とそこから独立した新イベント、ジュネーブ国際高級時計サロン SIHH。 当初はスイスの時計ブランドがその新製品を展示する場所としてスタートしましたが、その後世界の時計ブランドの参加を呼び込むために拡大、プロ向けの商談会としてスタートしたイベントでしたが、2019年にジュネーブ国際高級時計サロン SIHH から Watches and Wonders と改名、一般の時計愛好家向けにも開放される形となりました。以降 Watches and Wonders には世界中のトップブランドが参加しています。有名どころを一部ご紹介すると、ロレックス、パテックフィリップ、カルティエ、ランゲ&ゾーネ、グランドセイコー、 IWC、 パネライ、バシロンコンスタンタンなどがあります。現在世界で最も注目を集める新作時計の発表の場となっています。続いてはジュネーブウォッチデイズ。ジュネーブウォッチデイズは毎年8月末にスイスのジュネーブで開催される大規模な時計展示イベントです。先ほどの Watches and Wonders 同様に、世界中の時計ブランドが革新的な技術を用いた最新のコレクションを披露する場になっています。また時計愛好家や業界関係者が集まり、新たな時計の発見や業界の最新動向について議論する場としても大きな注目を集めています。ジュネーブ Watch Days は2020年に初めて開催されました。
この年は流行り病の影響でなかなか展示イベントなどができなかった年です。先ほどご紹介したウォッチズ&ワンダス、当時は SIHH という名称でしたが、それとバーゼルワールド、この2つが相次いで延期を発表。そこで新たに立ち上げられたのが時計ブランドであり、世界5大ジュエラーに数えられるラグジュアリーブランド、ブルガリ主催のジュネーブウォッチデイズでした。イベント中はジュネーブ州の完全なサポートを受ける形で街中が整備され、ジュネーブを拠点とする時計ブランドが独自の形式で時計を展示します。ウォッチズ&ワンダスと並び、世界中のトップブランドが参加する注目すべき展示会の一つとなっています。2023年は32ものブランドが参加しました。続いては LVMH ウォッチウィーク。これも時計業界の中で注目される新作発表会の一つです。時計愛好家や業界関係者にとって最新の腕時計のトレンドや革新を見つけるために貴重な機会となっています。先にご紹介したウォッチズ&ワンダースやジュネーブウォッチデイズとの違いは、イベント名の通り LVMH モエヘネシールイヴィトングループ傘下の時計ブランドのみが参加するということ。初開催は2020年、 LVMH グループの時計部門が各ブランドの新製品を一堂に集めるためにドバイにて初めて開催されました。その目的は LVMH グループが時計業界におけるその存在感を強化し、ブランド間の協力と競争を促進すること。以降、毎年年明け時期に世界の主要都市で開催され、2024年はアメリカ・マイアミが開催の地となりました。タグホイヤーからはグリーン文字盤のカレラ・クロノグラフ・トゥールビオンや光発電を搭載したダイバーズウォッチ・アクアレーサーが、ウブロからは新素材・サクセムを使用したグリーンのビッグバン・ウニコが、ブルガリからは薄型時計オクトフィニッシモのイエローゴールドが、そしてゼニスからはサファイアをベゼル全面に使用し、メテオライト文字盤と組み合わせたクロノマスタースポーツが発表され、大きな話題となりました。参加ブランド大きくはブルガリ、タグホイヤ、ウブロ、ゼニスになりますが、要はグループ内のブランドのみが集結し、最新の技術を披露することでお互いの協力体制を強化したり、ライバル心を燃やすことでさらに良いものを作っていこうじゃないかというモチベーションアップをも目的としているんですね。 LVMH グループの時計ブランドはこの期間に関わらず、それぞれがそれぞれのタイミングで都度新作を発表します。そんな中、一堂に会するこのイベントの存在はグループ内の作り手の方たちのみならず、他のグループや他のブランドの方たち、そして我々時計好きにとっても大きな刺激になっていることは間違いありません。さてラストは GPHG ジュネーブウォッチメイキンググランプリ。 GPHG 正式名称はグランプリド・オロロジード・ジュネーブ。ジュネーブで開催される時計業界最高峰のコンテストイベントです。世界中の時計ブランドが競い合う国際的なコンテストとなっています。最高の時計製品やブランドが称えられるとともに、時計業界の最新のトレンドや革新が発表される場となっています。 GPHG は2001年に設立され、ジュネーブで毎年開催、2021年から公益団体として認められています。設立の主な目的は、最も優れた現代の作品にスポットを当て毎年表彰することで時計製造技術を世界中に広めること。時計業界の優れた製品とブランドを表彰し、その卓越した技術やデザインを称えることを目的としています。長年にわたり GPHG は世界中の時計ブランドから高い評価を受け、業界内で最も権威のあるイベントの一つとなっています。そのため現在は時計界のアカデミー賞、時計界のオスカーとも言われるイベントに成長しています。イベントの流れとしては、毎年新作モデルのみにフォーカスし、夏から秋にかけてノミネート、審査員たちによって審査が行われ、11月に大賞および各部門賞が発表されるというものです。審査員には時計業界のトップエグゼクティブや著名な時計コレクター、デザイナーなどが含まれ、このことからも GPHG が世界で最も信頼される時計賞の一つとしての地位を確立していることがわかります。 GPHG で賞を獲得することは、ブランドとしても世界的なプロモーションの役割を果たすとあって、新作モデルをいかにユニークなものにできるかということに取り組むモチベーションになっていることはいいことですよね。ただ一部の有名ブランドが参加していないっていうところは少し気になるところかなと思います。ロレックス、パテックフィリップ、オメガやブレゲが属するスウォッチグループ、そしてカルティエやバシロンコンスタンタンが属するリシュモングループの多くが参加していません。ですが毎年伝統に根ざしたクラシカルなコレクションや最新の技術やデザインを採用したアバンギャルドなモデルまで、魅力的なコレクションが多数ノミネートされる刺激的なイベントとなっていることは間違いありません。ちなみに2023年の参加ブランドはオーデマピゲ、セイコー、ユリスナルダン、P
ピアジェ、チューダー、ブルガリ、ブティライネンなどがありました。はい、といったところで本日は基礎知識、知っておきたい時計業界のビッグイベント4選ということでお伝えしてきました。時計業界の大規模なイベント、ご自身の時計購入検討にぜひお役立ていただければと思います。またこうした大規模なイベントは日本ではまだ開催がないんですが、時計ファンがみんなで声を上げれば呼ぶことは可能なのかもしれませんよね。ウォッチーズ&ワンダース in 東京なんていうのも夢じゃないのかも。いつか関わってみたい。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。